東口外館高崎駅は群馬県高崎市八島町にある東日本旅客鉄道日本貨物鉄道上新電鉄の駅である。当駅は古くから交通の要衝として栄え、旧路線が乗り入れる県内最大かつ北関東有数のターミナル駅として機能している。新幹線開業前は東京方面から上越線方面と新越本線方面との 分岐点として機能していた。長距離輸送の役目を新幹線に譲ったが、上越新幹線と北陸新幹線の分岐点となっているほか、在来線においても群馬県内各地へ向かう、各路線のターミナル駅としての役割を担っている。事務官コードは41万1416を使用している。当駅には JR 東日本の新幹線、在来線各線と、 上新電鉄上新線が乗り入れている。上新線は東駅を起点としている。JR 東日本の新幹線は上越新幹線と北陸新幹線の二路線が乗り入れている。北陸新幹線は東駅が起点であるが、東駅以南は上越新幹線に乗り入れて東京駅まで運転されている。JR 東日本の在来線は次の各線が乗り入れている。いずれも 第2子鉄道事業として JR 貨物の貨物列車も運行されている。高崎線、当駅の所属線であるとともに当駅を終点としている。埼玉県や東京都心方面への大動脈役であり、上野発着の列車と池袋、新宿、渋谷、大崎などの副都心を経由して横浜から東海道線へ直通運転を行う湘南新宿ラインの列車。 上野、東京、品川経由で、東海道線へ直通運転を行う上野東京ラインの列車が発着している。また、下記の上越線、新越本線と線路が接続されており、直通が可能となっているが、現在の定期列車は、上越線、両毛線、あがつま線にのみ直通する。上越線、当駅を起点とし、新前橋、渋川、沼田、水上、 越後湯沢方面へ通じている。東駅発着の普通列車は水上までの運行であり、水上以北の度合い、越後中里方面へ向かうには、水上で乗り換える必要がある。新越本線、東駅が起点である。かつてはその名の通り、新越方面へ通じていたが、1997年の北陸新幹線開業と同時に、横川軽井沢間が廃止。 軽井沢・篠ノ井間は、第三セクター、品野鉄道に、経営移管され、分断された。このため、群馬県側の新越本線は横川が終点となり、同区間は、旅客案内所新越線と表記、故障されることが多い。正式な線路名称上は、以上の3路線だが、蒸気路線の途中駅から分岐する以下の各線の、列車も当駅へ乗り入れており、 前述の三両線を合わせると、合計六方面の列車が発着している。八高線、駒川方面から北上し、倉賀野から高崎線経由で当駅三番線へ乗り入れる。かつては、駒川より、さらに南方の灰島、八王子方面への運用もあったが、後に駒川八王子間の電化により、運用区間が駒川を境に南北に分断され、 高崎発の定期運用は駒川までに限られる。両毛線、新前橋から上越線経由で乗り入れる。高崎線からも特急を含む一部列車が高崎、両毛線として前橋まで直通運転する。あがつま線、渋川から新前橋を経て上越線経由で乗り入れる。前日の通り、上野から高崎線、上越線を経由し、 長野原草津口まで直通する特急がある。日本鉄道時代の頃の高崎駅、高崎駅周辺の空中写真国土交通省国土、チリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成在来線在来線は、島式ホーム3面6線と4番線の倉賀の方を切り欠きいた切り欠き機、ホーム1線、計3面7線を持つ、地上駅である。 八高線を除き、基本的に路線ごとに発車番線が固定されていない。そのため、2.45.6番線については、ラインカラーの区別や、路線別に分けた表記はせず、コーポレートカラーの緑を用いて、方向別に一括して表記している。単式ホームの1番線は、かつて特急列車の発着等に使用されていたが、2004年10月をもって、 ホームを廃止し貨物や改装等の通過線となった。跡地は上新電鉄改札口への通路に転用された。臨時列車及び特急列車は大半が2番線から発車する。ただし、SL 群馬2種の同時発車イベントが模様される場合は、横川が4番線から、み上が5番線から発車する。折り返しの列車はどちらも8番線に到着し、そのまま改装される。 2017年5月以降、7.8番線ホームの大宮より末端で定期的に一定時間の入場規制が入るようになっている。7番線ホームはやに上越線、新越線の出発信号機が設定された。すでに北側の信号機は使用可能な状態になっており、今後同ホームからの発着も考えられる。新幹線新幹線は、 島式ホーム2面4線と通過線2線を持つ高架駅。ホームがあるのは副本線で通過線が本線となっている。全ホームに乗車案内表示器を設置。コンコースには先発列車の編成案内表示器も設置されている。基本的に北陸新幹線は11番線、14番線、上越新幹線は12番線、13番線から発車する。なお、 北陸新幹線の一部列車が本線ではなく14番線を通過することがあり、その時は安全のため減速して通過する。上越新幹線と北陸新幹線の施設上の分岐点は当駅から約4キロメートル北側で、北陸新幹線の下り線はこの分岐点まで上越新幹線の線路を走っている。一方、上り線は当駅構内まで 上越新幹線と北陸新幹線の線路が別になっている。この下り線の分岐点には、順日本製で日本最大のノーズ稼働式38番高速分岐器が設置されており、分岐側へは時速 160km で、直線側へは時速 240km 以上での走行が可能である。なお、この分岐器の挿入工事には、延べ3日を要し、 その間は、上越新幹線の部分運休が実施され、その、代替として、上越線の東駅越後湯沢間で、新幹線リレー号が運転され、上野麻水運転区所属の485系や、長野総合車両所所属の489系、青森運転所所属の485系と583系などが使用された。このように下り線だけ一部で線路を共用して、 その先に高速分岐器を配置しながら、上り線では高速分岐器を使用せずに線路を別にしているのは線路の立体交差と関係している。北陸新幹線の上り線が上越新幹線の上り線に合流するためには、最低でも上越新幹線の下り線をまたがなければならず、分岐点では実際に上越新幹線の上下線の上をまたぎ越す立体交差になっている。 立体交差をした後に線路を接続できる同じ高さまで降りてくるためにはある程度の距離を必要とするためこの間が別線となりそのまま駅構内へと接続することになるまた双方からの列車がほぼ同時に進入してきた際にも分岐点の手前で待たせることなく同時に駅構内へ入れることができるという利点もある これに対して、下り線側は、上越新幹線と北陸新幹線が、同時に駅を出発する、必要性は薄い上に、他の線路をまたがずに分岐できることから、別線路を敷設する、建設費を節約するために、実際の分岐点まで線路を共用している。この間に加速した新幹線が、分岐点通過に際して、減速を強いられるのは不合理であることから、半くらい側でも、 時速160キロメートルの高速で通過可能となる38番ローズ稼働式分岐器を配置することになった。ホームの屋根の一部にソーラーパネルが設置されており、ここで発電した電気は駅構内の照明や空調設備に使用されている。乗り場発車メロディ在来線ホームでは全番線で東洋メディアリンクス製作のゴタデルベヤヌを使用している。 新幹線ホームでは通常ベルを使用しているが、2021年7月3日から2022年7月2日までの期間限定で、高崎市出身のホテイともやすの楽曲をアレンジしたメロディに変更している。これは、ホテイが2020年6月に同市内にオープンした群馬コンベンションセンターのテーマ曲。 グレートメッセンジャーの制作を手掛けたことや、同施設で企画展、ホテイ・フォーティース・アニバーサリー・ギター・エキシビジョン、時代を奏でた40本の愛機たちを開催したこと、さらに、群馬県のマスコットキャラクター、群馬ちゃんとのコラボグッズの開発や、群馬ちゃんが登場する、グレートメッセンジャーのミュージックビデオの制作等、施設のイメージブランド力の向上に、多大な貢献をしたことがきっかけとなり、 群馬県と JR 東日本高崎支社が共同で企画したものである。メロディはスイッチの制作で、編曲は福島直也が手掛けた。JR 九一番線ホームの南側に東端式ホームと駅舎がある。ここからは吉井、上州富岡、下仁田方面の列車が発着する。時間帯にもよるが、常時1名から5名の駅員が配置されている。 以前は上新線の発着番線は9番線と呼ばれていたが、JR の番線新設に伴い9番線から例、番線に名称変更された。この例番線ホーム及び通路は JR の所有物であり、上新電鉄が JR と賃貸契約を結んでいる。2005年7月までは JR と改札口を共有していたが、 連絡運輸の廃止により JR と改札口は分離された。分離後は一番線の大部分を通路と改札に使っている。2012年3月までは中央コンコースから直接上新線ホームに降りる通路があった。だが当該通路のエスカレーターの老朽化や施設管轄の関係により高崎駅、西口駅前ターミナルに面して 上新線専用の出入口が新設された。これに伴って今までの通路は閉鎖された。2014年の富岡製紙場の世界遺産登録と同時期に高見沢サービス製の自動券売機が導入された。自動券売機で発見されるのは何件乗車券であるが窓口では後券乗車券も発売されている。窓口では各種グッズや記念乗車券、 記念入場券類のほか、使用済み貢献及び何券小切符、富岡製紙場往復割引乗車券や、1日前線フリー乗車券なども発売されている。発車メロディは、テレサ店の美酒化コーヒーをアレンジしたものが使用されている。乗り場あたり駅は東口、西口の双方にペデストリアンデッキが整備されており、それぞれのデッキ中央から駅構内への中央コンコースと、 南側に東西自由通路がある。中央コンコース東西を結ぶ中央コンコースは、シンフォニック・アベニューと名付けられており、キオスクや駅弁販売店、ニューレイズの店舗がある。JR 在来線の改札口はコンコースの中央部に存在し、新幹線改札口はコンコース東寄りにある。上新電鉄乗り場はかつてはコンコース西寄りから階段で分かれていたが、 2012年3月1日に、西口ロータリーに出入り口が新設され、コンコースからの連絡階段は廃止された。0番線への通路は、かつての一番線の大部分が転用されており、そば屋とトイレがある。JR 改札口の向かい側には、群馬県観光案内所、高崎市観光案内所と高崎駅、インフォメーションセンター、JR 東日本お客様相談室がある。 西口側上越新幹線開業と同時にオープンした駅ビル、高崎モントレーがあり、コンコース界のラジオ高崎のサテライトスタジオや各階に商業施設のほか、6階から10階にホテルメトロポリタン高崎がある。西口の施設を一家に示す。モントレーうちの商業施設などについては、当該記事を参照のこと。東口側東口側には、 e サイト高崎が2010年12月12日にオープンし多数の店舗が入居している。東口の施設を一家に示す。e サイト内の商業施設などについては当該記事を参照のこと。JR 貨物の駅は現在臨時車扱い貨物の取扱い駅となっており、定期貨物列車の設定はない。かつては駅の南側にある日本製粉高崎工場へ。 続く専用線があり、穀物輸送などが行われていたが、1994年3月頃に廃止された。また、駅北側にあった、日清製粉高崎工場への専用線もあり、鶴見線大川駅から穀物輸送が行われていたが、工場の閉鎖に伴い廃止された。なお日本冷食の専用線は、現在も残っており、列車内から見ることができる。 当駅の駅弁はすべて高崎弁当の調整で NRE 高弁が販売している。主な駅弁は下記の通り。かつては毎日朝7時から9時の間のみ100個限定で上州の朝粥が販売されており隠れた名物として知られていたが2019年5月頃に販売を終了した。新幹線をはじめ多くの路線が集中する北関東最大の ターミナル駅であるため、県庁所在地の中心駅である、前橋駅よりも乗車人員は多く、群馬県内の駅で最多となっている。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。当駅を中心として、高崎市の中心市街地が展開しており、特に東口周辺の開発が目立つ。高崎駅と周辺の高層ビルや、 商業施設をつなぐペデストリアンデッキが建設中であり、また東口に清水建設が長年保有していた土地に山田電機の本社圏大型都市型量販店ラビー一高崎が2008年7月11日にオープンした。山田電機は前橋市発祥の企業であるが交通利便性を理由に高崎駅前に本社を移転した。駅の東西にロータリーがある。 西口前にはバス乗り場が集中し、駅の2階からペデストリアンデッキが各バス乗り場と各方向の歩道を結んでいる。駅の周辺には店舗やオフィスビル、ホテル、マンション、各市公共施設、各館長出先機関などが立ち並んでいる。郊外型のロードサイド店舗優勢の群馬県において県内随一の駅前繁華街である。 高崎市の中心街に面していることもあり東口に先立ち再開発が行われ東口に比べると活気がある。またペデストリアンデッキは再開発によって設置されたアパホテルやワシントンホテルなどの施設とも直結している。以後周辺の開発に合わせ徒歩1分程度の場所の高島や高崎店や高崎オーパにもデッキが通じている。東口前にはタクシープールや バス乗り場がある。隣接地に山田電機ラビー一高崎があり、周辺の建物とともにペデストリアンデッキによって結ばれている。1階はバスターミナルである。また500メートルほど離れた場所にビッグカメラ、高崎東口店や日本中央バスの営業所がある。東口前から東毛広域幹線道路が通じており、2014年8月末に 玉村伊勢崎バイパスが開通したことにより、伊勢崎、大田、縦林方面まで全通した。また、2014年2月22日には、東毛広域幹線道路と関越自動車道の交差地点に、高崎玉村スマートインターチェンジが、共用開始された。駐車出店報道発表資料新聞記事、JR 東日本上新電鉄。ありがとうございます。